ワルシャワ中央駅の位置ワルシャワ中央駅はポーランドの首都ワルシャワにある鉄道駅である。ドイツ、ウクライナ、ベラルーシ、ロシアなどへと至る国際列車が発着する。2005年にポーランド国鉄が制定した国内鉄道駅格付けでは A ランク駅である。1975年アルセニウシュ・ロマノビッチの設計で現在の駅舎が完成した。 ワルシャワ中央駅は地下鉄とは連絡はしていないが、バス、トラム、各近郊鉄道車、マゾフシェ鉄道車、ワルシャワ通勤鉄道車の旧国営3社との接続がある。国際列車によって、ドイツのベルリン、ロシアのモスクワなどと結ばれている。グダンスク、カトビチェ、クラックフなどの主要都市を結ぶ IC も発着する。ワルシャワからクラックフの間に高速新線が開通したため、 両都市間の移動は約3時間と便利になった。共産党政権下の各国で見られる建築様式である。大きな駅舎だが、乗車ホームは地下にあり、駅の1階と2階には切符売り場や店がある。友人の切符売り場は混雑することが多く、切符購入には時間を要する。地下のホームは4本で8番線まである。ありがとうございます。